もっとも今までの説明してきた程度の研究でも、即位らにうじゃうじゃしているおたまじゃくし学者なんかにとっては目の玉がでんぐり返るほどの大発見かもしれないが、しかし覚悟す我が輩吉ヶ谷博士にとってはいざりの小敷が駆け出したくらいにしか感じない程度の新発見に過ぎないのだ。我が輩が新理伝の恐ろしいことを大政執行して首相するゆえんの第一は、それがかようにして精神描写に現れるばかりでない、普通人すなわち諸君や我が輩にも精神描写と同様にふんだんに現れていることが明らかに証明できるからなのだ。何？質問？いや、ちょっと待ってくれたまえ。質問の意味はあらかた分かっている。それでは精神描写と普通人との区別が分からなくなるではないか。そんなべらぼうな話があるものかと言うんだろ。ところが純正な科学者の立場から言うと、そんなべらぼうな話があるという以外に返事のしようがないから困るのだ。